ロ。え？ああ、心機臭いけど、なんてことねえさ。さっさと通り抜けちまうぜ。まだジルファのことで自分を責めているのか。そりゃあな。けど今考えてたのは別のことだ。別の？俺がなんで蛇の目の一員になってたかは、まだ話してなかったよな。ああ。ジルファと喧嘩して飛び出したというくらいしか。その後どうにかシスロデンにたどり着いた俺は、いろいろあって抵抗組織の一つに入れてもらったんだけど、お決まりの密告があって蛇の目どもに襲われた。ひどい戦いだった。最後は降伏するしかなかった。なのにロー、奴らが気まぐれで俺だけが生かされた。俺は仲間の死ぬところを見届けさせられた。ズーグルのうなり、仲間の悲鳴、真っ赤に溶けた雪、そして奴らの笑い、今でも夢に見る。ガナベルトを倒せば乗り越えられるんじゃないかって思った。でも甘かったみたいだ。あの時俺は心底レナを怖いと思っちまった。それで仲間を裏切り、親父を死なせることにもなった。不安なんだ。いつかまたここぞって時に同じようにブルって逃げ出すんじゃないかって。俺たちを残したか、本気で言ってるのか。そうじゃないって思いたいけど俺は。あ、いた。どうしたリンウェル。どうしたじゃないよ。振り返ったらいないからびっくりして戻ってきたんじゃない。立ち止まるならそうと言いなさい。ズーグルだっているのに分散するなんて。なあ、悪い悪い、ちょっと催しちまってさ。まさかここで。嘘でしょ。さあ行こうぜ。立ち直れるといいんだが。声をかけたのは私じゃないわ。あいつはジルファの息子なんだぞ。放ってなんかおけない。そんな余裕私にはないの。足を引っ張るような道連れはいらないわ。なんでこんな地下に道なんか作ったんだろうな。山が険しすぎて越える道を作れなかったからじゃないかしら。昔の占領される前のダナ人も山を通り抜けるためにこの道を使っていたんだろうか。通るだけじゃなくてここで暮らしてたのかもしれないよ。確かめようがねえさ、そんなの。俺たちは全部忘れちまったんだ。忘れたんじゃない、奪われたんだ。奴隷には不要なもの、残っていては不都合な心の拠り所、何もかも。全部じゃないよ。ほら見て、そこ。なんだ、皿かなんかのかけらか。多分ね。たくさん消えてしまったのも確かだけど、それでも調べればまだいろんなものが見つかると思う。そんなことができる日が来ればだけどね。来るさ。来ないなら来させるんだ。
ないだろうね。ああ、俺が蛇の目でお前が銀の剣、それが今一緒にいるなんてな。考えてみると変わった組み合わせだな。レナ人といるお前らの方が変わってるけどな。絶好じゃ。これぐらいの相手なら問題ないな。やるしかない。いつだって絶好調だぜ。それは結構なこと。なんだろうこれ。ぶっ叩く。でもなかったな。これぐらいの相手なら問題ないな。
絶好調！上がったり降りたり面倒な場所ね、ここは。ちゃんと通り抜けられるだけマシだろ。むしろ崩れたおかげで通れるとこもあるしね。で、天井が…さあ、行くぞ。そこだ。巻き込め。下げろ。魔王エリファンストライク決めてやる。カホユーの危険。どういうこと。そこだ。雷球。今日も俺の拳は絶好じゃ。炎の剣は無事か。濡れたく近づかせないよ。相手には困らないな。もう倒したのか。お前の分も引き受けるか。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。俺は胸に引っかかれ。すごいよね、アルフェとか。俺は行けるぞ。使えるもの、精霊力を叩き込む。楽勝だったね、トゥルル。早速変えようかしら。バラバラにしてやる。逃がさない。嫌いだ。ガニョウ、頼りになるじゃん。
見たか、俺様の力。いつもこうだといいんだけどね。敵が減ったんだよ。俺がやったよ。見直したよ。あっさり勝てたな。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。今のは高ぶったな。サクッと蹴散らしてやな。ここも一発で次はそっちを手伝うぞ。ありがとう、お願い。小物に時間はかけてられないわ。存分に力を振るいなさい。今日も俺の拳は絶好じゃ。何か食べないと。なあ、ロウ、シスロデンを出るとき諦めない限りやり直せるって言ったのを覚えているか。もう過去がどうあれ、少なくともあの時お前は一歩踏み出したんだと俺は思う。手探りなのは俺も同じなんだ。アルフェン、戦うことを教えてくれたのはジルファだ。彼についていけばいい。最初はそれでよかった。だがジルファは自分自身の主になれと、自分だけの答えを見つけろと言った。だとしても
もっと学んでからだと思っていた。だから彼が死んだ時、頭が真っ白になった。レナのスルドを倒し続けるのはいい。だがその後は、教えてくれる人はもういない。悩んでみても、所詮俺にできるのは戦うことだけだ。それにレナの支配をこのままにしておくのも嫌だ。だから戦う。レナのスルドと戦いながら、その後どうするべきかを考える。それが今の俺なんだ。戦ってそれで勝てると信じてるのか？本当に信じる。いや、信じたいが本音かな。それすら正直一人じゃおぼつかない。半端者同士でも支え合うことはできる。一緒に戦い、悩み、探す。それじゃダメか？ダメじゃないと思う。分かったよ。何ができるかまだ分からないけど、とにかくやってみる。また二人で立ち止まって、今度はお腹でも下したわけ？そんなんじゃねえよ。男同士の大事な話だな、アルフェン。ま、そんなところだ。まあいいけど。あ、この先風を感じるんだ。多分出口は近いよ。そりゃいい知らせだ。早いとこお天道様を拝もうぜ。ひたすら攻めて攻めて攻めまくる。戦いは先手必勝。確かに一気に畳みかける時のローの勢いは目を見張るものがあるよな。まあな、親父に仕込まれた技ってやつさ。打ち込めば打ち込むほど心が燃えて、拳に新たな力が宿るんだ。ディルファに？そうか、ちゃんと受け継いでいるんだな。攻撃に徹するのはいいけど、敵の反撃には気をつけなさい。そんなもん食らわなきゃ関係ねえって。でも実際打たれ弱いよね、ローって。人を落ち込み激しいやつみたいに言うな。二人とも結局何の話をしていたの？だから男同士腹を割った話だよ。ちょっと女には聞かせられねえな。そうなの？まあ女性云々はともかく、言いにくい話といえばそうかな。言いにくい？やっぱりお腹の話だったの？それともなんかいかがわしい？だからそういう話じゃねえっての。別に肝心な時に役に立ってくれるなら何でもいいわ。エリデメナンシア、緑に覆われし豊穣の国だっけ。その名の通り一面緑だね。ああ、風も気持ちいいし、カラグリアやシスロディアとは大違いだな。なんて雄大で豊かな自然、美しいわね。何？いや、そういうところは同じなんだなって。あそこに見えるのが主婦ビスキント、
いいこと。メナンシアは五領の中でも排出した王が多かったはず。心なさい。あ、シオン。俺たちも行こう。ロウ、大丈夫か？ああ。いや、この景色、親父にも見せてやりたかったなって思ってさ。さあ、置いてけぼり食らわないうちに行こうぜ。大丈夫かな？こればかりは、あいつ自身が乗り越えていくしかない。精霊力には属性があり、ダナには闇がなくて、レナには光がないんだったよな。うん、小さい頃うんざりするほど覚えさせられたっけ。闇の属性のことはどうやって知ったんだ？ダナにはないわけだろ。わからないよ。どの知識がいつどうやって得られたのかなんて、忘れられた知識だってきっとあるだろうし。確かにな。それがあったことすら忘れちまったこともきっとたくさんあるんだろうな。うん。だからこそせめて残ってるものは大切にしないとだよ。昔のものが好きなのか？好きっていうか、私とこの世界をつないでくれる感じがするから。つないで？あ、なんでもない。気にしないで。やっぱりわかるわけないか。しょうがないよね、フルー。どうした？うん。
ちょっと、うん、やれやれ。いいな。よろしておけばよかったかしら。ありがとうな、シオン。なんであなたが礼を言うのよ。装備は見直したか。邪魔よ。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。分かった、決めてやる。よし、いい感じだ。野宿は嫌なの。
なんだジロジロ見て。その肩の狼は何？いいだろ、実はこれ露店でたったの10ガルドだったんだ。それは言わない方がいいんじゃ。でも10ガルドってのはすごいな。生活に必要ないものは誰も買わないからね。10ガルドでも使ったことに驚きだよ。うるせえ。今にも動き出しそうな表情。いい買い物をしたと思うわ。だろ？肩につけるのは理解できないけど。俺はかっこいいと思うぞ。うん、我ながら上出来だ。リメル、ちょっと話そう。フルル、おいで。フル、えらいえらい。何やってるんだ？飛ぶ訓練だよ。フルルってあまり私から離れないから、時々ちゃんと飛ばせてあげないと翼の力が落ちちゃうんだ。あと最近ちょっと重たくなった気がするし。フル、結構みんなこっそりおやつをあげてるみたいだからな。やっぱりおかしいと思ったんだ。もう鳥にとって肥満は天敵なのに。そうなのか、すまない。アルフェンもなの？まさか食べられないものとかあげてないよね？さすがに大丈夫だと思うが、よかったらリンウェルから教えてくれないか？ああ、うん。何か気になることがあるのか？そうじゃないけど、私ずっとフルルしか友達いなかったから、みんながフルルを好きになってくれるのは嬉しいよ。ただ同時になんだか複雑な気分。フルルがリンウェルの大事な家族だってことはみんな知ってる。そのリンウェルの気持ちを無視するような奴はいないさ。そうだね、うん、ちゃんと話してみる。フルル、何かあったら呼んでね。